北海道じゃ昔はあちこちの川で大豆ぐらいの砂金がザクザク取れた。それを一人の男がぶんどった。警察に追われたその男は金塊を北海道のどこかに隠した。囚人たちの入れ墨は全員で一つの暗号になっているらしい。この入れ墨を掘った男は一体何者なんだ。のっぺらぼうさ、顔がないんだ。殺されたアイヌたちの中には私の父親もいたから。力を貸してくれ。俺は金で、アシリパさんは親の仇。目的は違えど、道は同じ。目的は金か。必ず仕留めてやる。俺は脱獄を見舞いに行ってやろう。我々に必要なのは利害関係。弱い奴は食われる。俺は生き抜いてやる。あいつらと戦おうなんて思うなよ。殺されるぞ。殺してみろ。我々の戦争はまだ終わっていない。どれだけ危険な博打に手を出しているのか分かっておらんようだが、取引するのか。どうなんだ。刀を振り回すのが好きだろう。私は新しい時代のアイヌの女なんだ。俺は不死身の杉本だ。